1968年の太陽ホエールズでは、1968年の太陽ホエールズの動向をまとめる。この年の太陽ホエールズは、ベッドをオる監督の1年目のシーズンである。1960年の初優勝から長く指揮を取った、三原治監督の辞任を受けて、前年からヘッドコーチとして、太陽入りのベッドをオるが新監督に就任。 別当監督1年目のチームは前年と顔ぶれが不変だったが、一方で4番の桑田武氏が別当監督との確執からスタメンを外れ、外野手の松原誠が三塁手にコンバートされた。投手陣では森中千下洋、島田玄太郎、平松正治、山下律夫などがローテーションに入って、それなりの成績を収めたが、 打線の援護で勝つ試合も多くチーム防御率3.71はリーグ5位。打撃陣では松原をはじめ、前年レギュラー定着の江尻亮や前年首位打者を争った近藤和彦、正捕手の伊藤伊佐などが、それなりの成績を残して、チーム本塁打131本でリーグ3位を記録した。4年連続 B クラスの影響もあったのか開幕から成績が振るわなかったが、 中日が5月からノースリーブユニフォームを採用して一気に再開に転落したこともあり、5位で終えた。対戦成績では4連覇した巨人に12勝14敗と検討したが、4位の 3K に8勝18敗と大きく負け越し A クラス維持はならず。この年から帽子マークは T からホエールズの W に変更され、対応最後の1992年まで続いた。 ありがとうございます。